待ちに待ったホームでの勝利、そしてこれにより J2 残留が決まりました。喜びの声を聞かせてください。秋田の皆様の心で選手を躍動し勝つことができました。選手の努力、皆さんの愛、本当にありがとうございました。2つのゴール、中村選手のクロスから生まれました。彼への評価一言いただけますか。チームは勝つためにプレーできる素晴らしい男だと思います。そして初先発高田選手も含めたくさんの選手が関わって生まれたゴールでした。そのあたり振り返っていかがですか。全員で誰もサボらず勝つために守備をする、全員で攻撃する、秋田らしいスピリットあふれるプレーだったと思います。残りは4試合となります。どう戦っていきますか。河原の小石は崩れるけれども、僕らが積み上げた努力の石は絶対に崩れない、揺るがない、ぶれない。これからもひたむきにサッカーと全力で取り組んでいきたいと思います。おめでとうございます。はい。